どうもとピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。さあ始まりました。よろしくお願いします。ちょうど電車の音がねえ、入ってきますけども、ありがとうございますね。さあこれは応援ということでありがとうございます。応援でございますよ、はい、もちろんね、はい、はい、ピスタチオのエトスパトスロゴスでございますけども、はい、さあこの番組はですね、我々ピスタチオが、キコーナさん2店舗に行きまして、ジャグラーを打ってですね、はい、とにかく当てて、ビッグでもバケでもとにかく当てまして、合計39ポイントですね、はい、はい、取れるかどうかという番組でございます。はい、はい、1店舗目はですね、はい、こちらでございます。どこですか、ここは。もうここはね、キコーナ裏口店さんです。キコーナさん、裏口店さんに来ましたけど、裏口店に来ましたけど、どこの店舗にも裏口はありますけども、はい、ついに、まあ、キコーナ府中店さんなんですけども、府中店さんですね、はい、ついにこの裏口に、裏口フューチャリングゴミ、ゴミということでやらせてもらってます。バイク駐輪場って書いてありますけども、はい、ゴミ置き場ですね、多分ね、置いてますね、ここはね、はい、そんな仕打ちにされるようになりましたか、我々も。そうですね、いいですね。悔しいですよ、もう本当に頑張ってね。ありがとうございます。勝ちに行きたいと思いますけど。そうですよ、うん、まあ、でも今日なんかね、うん、久しぶりにすごいなんか最初なんかあんまり出る感じ、今日は、うん、勝てる感じすごいしてるなんか前向きだね。いやなんかね、うんうん、ふわふわしてる。ずっとふわふわしてること言ってるから、なんかすっごい、うん、言葉に乗ってるよ、その気持ちが。あ、なんか出るよっていう感じが、なんか、あ、そう、プライベートな感じ。いやいや、ダメなのよ。え、ダメです。プライベートで来て並んでる感じですもんね。一応格好はしてるけど、うん、そんな感じ。わかりました。まあ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 、うん、じゃあその気持ち乗せてね、頑張っていきたいと思いますけども、はい、まあ、はい、合計39ポイントね、なかなか難しいので、はい、今回もですね、ゴーゴースペシャルチャンスというのがありまして、はい、こちらはですね、光ってペカった瞬間に、うん、ビッグかバケか、予告します。予告します。当たったらプラス5ポイント。よし、各店舗で1人1回で使えるわけだけど、どっちか2人とも外したりしたら、うん、結構やばい状態になりますから。終わりですから、もうその時点でも我々は帰ります。いや帰りません。それやめてください、小田さん。まあ、頑張りましょう、今日もね。頑張りましょう、本当に。はい、行きましょう、行きましょう。行くしかないんだから、これもう。行くしかない。行くでも、本当に。行くよ、もう。どうしようかな。行くよ、今もう。でもなんか、この、うん、ごめん、こんな長々喋っていけないから、うん、スロットとか打ちきてさ、うん、結局一番楽しい時って並んでる時だからね。まあ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 、今日は絶対勝つぞと。この時は全員勝つと思ってんだから。そうよ。負けると思って来る人いないんだから。うん、そうよ。どうしよう、行くもん。行くよ、もう。行っちゃう。いいよ、もう。行きましょう、行きましょう。思ったよりみんな並んでますんで。並んでます。遅れないように行きたいと思います。行きたい、行きましょう、行きましょう。はい。それでは本日も、頑張る、ザ・ファイト。平日ですけど結構人が並んでるという状況で、はい、まあ、こんなこと言っちゃあれですけど、ジャグラーは空いているだろうと。あれですね、そんなこと言ったらあれですよ、ジャグラーは空いているだろうという感覚がありますけど。行きましょうよ、もうそんな。行きましょう、ちゃちゃっと。おはようございます、よろしくね。あー、ありがとう。あー、いいですよ、いいですよ。あー、いいです、いいです、いいです、ありがとうございます、いいです。さあ、入店でございます。全部にやるみたいです、今日は。ジャグラー関連には全部相手して。今日は全部にやりましょう。あ、いますよ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 。誰もいない。あいた。じゃ、他は結構いっぱいでしたけど。もう、あの、打ち放題です。他はいっぱいでしたけど、ジャグラーは相手ということで、ね、ありがとうございます。あ、これ昨日めっちゃ出てる。やりてぇ。これ昨日めっちゃ出てる。昨日4000枚ついてますよ、4000枚。あ、これいいな、これやろうかな。そこもいいんですよ。これやろうかな。え、55やる？うん、55？ うん、じゃあ俺これどっちか、伊地さんが言った方にしようかな。やめてその、そのちょっとなんか最後で俺のせいにする、伊地さんのせいにしようかな。ちょっとなんか残すとこにやめて。伊地さんが全て悪い。よし、やりましょう、やりましょう。決まりました。うわ、今日はなんかすごい、うんうん、なんかいいわ、運気が運気がすごいなんか身にまとってる体に。いやいや、わかんないでしょそんなの、運気なんて。いや本当に、え、なんか
ボタンとか押さなくても光りそうだもん、うん、もうそんなことないわ、自然にファッ、そんなことないわ、行きましょう行きましょう行きましょう、それではよろしくお願いいたします、行くよ、チェリー、一回チェリーから3、2、1、ペカ、はい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 、まあまあまあ、はいはいはい、ちょっとね最近減ってきてるかなと思ってたんだけど、はい、やっぱ小沢うざいっていう声がね、はい、たくさんあるんですよ、コメントで。ありますよ、うん、相変わらずこのやっぱ僕たちも YouTube チャンネルでね、ピスタチオですっていう YouTube チャンネルやってるんですけど、うん、僕らの YouTube チャンネルではそんなその小沢さんに否定的なコメントあんまりないんですけど、うん、やっぱスロットやりだすと小沢さんダメみたい、そうダメみたい、批判的にやっぱ、うん、反応良くないからあんまり、そうね、ガチ感がちょっと少ないね小沢さんの、ああなるほどね、もっとプライベート打ち行かないと小沢さん、あダメよ、確かにね、もっとこれにじみ出るもんだから、このなるほど、これはもうだちょっと頭で考えながらやってる、いやもっと泥臭くさ、うん、やんないと、ちょっと綺麗に見せようとしすぎてるから、そうリアルな感じで、もうあのこれだけじゃ無理だから、にじみ出るもんなんで、うん、もう毎日通ってください店舗にちゃんと、なるほど、それが出るから打ち方とかにも、あ確かにね、ほらやっぱ、はい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 、ちょっと待って俺マジで、うん、今日すっげえ俺さっきも言ってたけど、うん、調子良さそうって言ってたじゃん、言ってた、53回って早いじゃん、うん、ゴーゴーチャンス使います、行きます、もう行きます、ほんとゴーゴーチャンスでビッグ行きます、しかも昨日ねこの残り10回のデータで、うん、この9過去9回で、うん、負け6回ビッグ3回なのよ、お昨日据え置いてたっていうのを願って確率的にビッグ、なるほど、いきます、いいんですね、いきます、早いですけどいいんですね、いいいきます、なるほどビッグいきます、はい、ゴーゴーチャンスですからもう、あー緊張の怖いね、緊張の今の並び順怖かったけどね、あこれいったよ、これバケだねえ、バケだ、ちくしょうちくしょうじゃなくてさ、これはやばい、マジでやばいよ、マジでやばいよ、あーこれ結構流れ変わっちゃったか今ので、マジでやばいよ、まあ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 、まあ、マジでちょっともったいないな、本当に初めて最初の段階で言うことじゃ絶対ないけど、うん、ぶっちゃけどうだってんだよこんなの勝つか負けるか大事なの、やめろなんかここ何回か伊地知さんが一発目めちゃくちゃ早い気がするんだよな、でも勝ってはないからね追加しちゃってるし、切ないね、なんか大剣もうなんかそうだね、そんな気持ちになってきたな、早っ早っ、もうブレちゃってる、ブレちゃってる、やばい、お伸ばれちゃうよ、あれおいは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 い、ギリギリで、ありがとうございます、久しぶりやってきました、いいね、久しぶりの白目で、いいね、あここでビッグなんだ、いい、ね、ここでビッグなんだ、ほら、はい、おい、ありがとうございます、あーあれあれ、いいね、なんかもうもうなんか自然だもんね自然に出てる感じするなんかいいなぁ、何回、おいやったほら、ほら光りましたか、光りました、ペカっちゃった、ペカっちゃった、使いません、使わないとき言わなくていいからね誰も使うと思ってないから、あま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 あ、レギュラーね、まあ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 、ここから始まったんですよ、結局ようやくスタート、おえやば、1ゲーム目やば、見ました今俺ね、ボーナス終わってね、1回目7を狙うっていうね、もう毎回やってるんですよ、うん、今、びっくりした今ねねね見ましたいやびっくりした今、びっくりはするけどさ、さっきまで、いや当然当たってる感じって言ってて、めちゃくちゃびっくりしてるじゃん、いやいやいや、クリスマスにゲーム機買ってもらった小学生じゃん、もうリアクションが、いや、すごい今の、マジでかわいいな今の、この音、
すごい音楽じゃんじゃんバリバリじゃんじゃんバリバリいいですねじゃんじゃんバリバリこれはやっぱ俺言ったじゃん今日はあるよってあるねバリバリイラさん、インさん昨日の夜は何時に寝たの？あ、光ってるごめんなさいじゃんじゃんバリバリをどうってことない話で邪魔しようっていうボケしようとしたら振りとしてさ、うん、昨日の夜何時に寝たんですかってもう何、うん、なんでそんな質問したのよいやだからじゃんじゃんバリバリを邪魔するっていうボケしようとしたらさ光ってたのよ小沢さんびっくりしちゃったえいおいありがとうございますあれ2人ともいいんじゃない2人ともいいよいいね、じゃんじゃんバリバリ最高ですねありがとうございましたまあさすがにね、ここはね、うん、まあここはまあまあ伊地さんはい逆にだよ、うん、伊地さん1回でじゃんじゃんバリバリやったじゃないですかはいここで、今ビッグ終わったんですけどはいゴーゴースペシャルチャンス使うってどう思うどういうことここでって1回、1回1点でえ俺もじゃんじゃんバリバリを聞かせるためにここでビッグですって宣言して打つっていう次光ったらどうですかいや今光ってないのに小田さん小田さん小田さんはいそんな意味のわかんないでやめてください理解に苦しむから小田さん理解に苦しむボケをやめてください小田さん今ビッグじゃん今え一回でやめてねここで使いますビッグですって言ってだとしたらじゃんじゃんバリバリも聞けるしやめてください一つだけダメ やめていただいてやめた方がいいかそれははいやっぱりダメかい俺も狙ってみよう一応俺毎回狙ってるよ一回目あそううんまあ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 よかった使わなくて奇跡を信じてそれはそうなんだそれはそうなんだ奇跡を信じて毎回狙ってるから僕らのね、うん、その YouTube チャンネルピスタチオですよねはい見てくれている方はね、うん、知ってると思うんですけどうん初めて YouTube に案件が来まして ありがとうございました森永さんのねはいはいピノはいピノのピスタチオ味が出たということではい案件いただいたんですけどうんまさかの広告に起用されたのがうん後輩コロコロチキチキペッパーズのナダルでねやってくれるよねナダルがピノのピスタチオ味を持ってうん白目向きながらうんピスタチオですって上に大々的に書いてあるっていう広告で、うん、まさかの我々じゃなくて呼ばれたのナダルというのが、うん、ありましたけどねちょっとやってるんだよやっぱ結局いやもうだからここでさ、うん、ピノピスタチオ味が出て、うん、俺らに来ないって、うん、もう一生来ないからねだからナダルのスタンスももう一回なんかピスタチオさんを僕が引っ張っていくんでみたいななんか調子こいのスタンス調子こいとか言ってたよ、うん、もう一回ピスタチオをブレイクさせますねえなんかねふざけたこと言ってたよふざけたこと言ってたよ本当にシンプルに引っ張るとかそれでいいんだよ、うん、給料の5分の1ぐらいでみたいくれりゃいいんだよ俺らにそうなんだよねそれ生活できるんだからそう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 家帰ってあ、うん、家買って愛車まで買ってる場合じゃないんだよそうなんだよ俺らに金を渡さないピスタチオの家賃を払ってくれればいいんだよ そういうことだよナダル頼む頼むね俺嫌なんだよ俺一番ナダルの家俺ナダルと一緒にいて嫌な気持ちになる時あんだよ1個だけ何ですか俺とナダルも釣り好きだからさ、うん、その釣り一緒に行ったりするんだけどさ、うん、その時にさ、うん、ナダルが昔カレー飯っていうのをさ CM やっててさあカレー飯はいはいあいつがあれうまいってちょこちょこ食べるんだけど、うん、あいつのやった CM のカレー飯を、うん、コンビニで、うん、やめて今話してんのに光ったんだもんやめてよもう光ったんだからおざありがとうございますコンビニでで一回ストップですエピソードあーわけでございますはいカレー飯
もうこっから言う話じゃないんだよ。もうエピソードトークの途中で切られて地獄だからね。いや知ってるけどさ、いい加減にしろ。それはもうこっちを先だから、何よりも優先ですから。もう受けないよこんなの。いやそりゃそうよ、もうやめてよ。分かんない分かんない、もう最悪だよ。一回土俵立ったんだからちょっとやってみよう。それはお前滑らないの話のさ、話の途中で一旦コマーシャル入る時あるかお前。いやそりゃそうよ、見たことないよお前。それ知らないですよ、光るんだから。お互い様ですよ。でカレー飯が、あのコンビニでカレー飯で、あのナダルが、うん、あのやってる CM のカレー飯のをコンビニで、あいつは食いたいって買って、うん、その金を俺が払わなきゃいけない時が一番嫌な気持ちになる、うん、はいこれで終わりですいやそんな投げやりで話さないでよちょっと。いやそれはそうなるでしょ、それはもう。いやそれはそうなるよで結局その金がナダルに行くからね。そんでこれうまいんですよ、うん、これうまいんですよって聞かされてる俺俺1円も入んない。ナダル飯もタダで食って、うん、金も入ってくるひどいよマジで。ナダルにはおごんなくていい気がするけどな。ナダルは、まあ、逆に俺におごんなきゃダメよ。そうだよね、ナダルは、うん、これこのナダルとのさ、うん、すっげえ昔よ、ナダルが全然結婚でも、だからもう6年7年とか前かな、うん、もうだいぶ昔の話だけど、うん、ナダルとコンパ行った時の話俺言ったっけ。聞いてない。ナダルとね、めちゃくちゃ面白そう。あいつやばいんだよ。ナダルから連絡してきて、うん、ちょっとイジスさん、コンパじゃないですけど、ちょっと女の子と飲むんで、うん、イジスさんも一緒にどうですかと連絡来て、ナダルが飯とか行ってるけど、うん、女の子と飲むから来てくれてるのが珍しかったから、うん、ああじゃあ行くよみたいな感じで、うん、飲み行ったのよ。うん、もしかしたらナダルが女の子2人こう連れてきてて、うん、で俺がとナダルで4人で飲むことになったわけよ、うん、で飲んでてさ、うん、一人なんかセクシー女優の女の子 で、 おうおうおう、でもう一人が DJ やってる女の子だったんですね。おう、うん、ちょっとそのセクシー女優の女の子に、うん、かわいいなと、おお、なるほどなるほど、君いいねと、まあ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 、こう始まりまして、はいはいはい、わざわざ呼んだ先輩をそっちのけでツーショットに入り出したわけね。はいはいはい、ナダルさん早いよと、ロックオン、ロックオンに開始30分でそれ早いよとナダルさん、まあまあでも、はいはい、もう俺もナダル楽しんでくれればいいやぐらいの感じで、ああ優しい先輩だ、まあちょっと見てたわけですよ、うん、でナダルがトイレに行った時に、うん、その女の子と僕もってからちょっと喋ったんですよね、そのセクシー以上の女の子と。ああなるほど、ナダルに。そしたらね、うん、その女の子がなんか某有名人の、うん、まあ、有名アイドルの方の、うん、とのベッド写真をこう僕に見せてきたわけですよ。え、そのセクシー女優が怖っ、うん、有名な方ですよ普通に、うんうん、でその瞬間、あ、この女やばいなと、うん、だってまあそのまあいいです、そういうことが大人だからあってもいいでしょう、うん、まあまあ、それを、うん、はい、光っちゃった、ごめん、自分でエピソード送る途中に嘘でしょうね、ねえ、今のは俺マジで光るなよお前、今気使ってちょっとゆっくり打ってたからね光るなよって思いながら、なんでこっち光んのよ。面白い、嬉しいけど自分でエピソードトーク潰してんだよこっち。うん、それはまあたまたまだからね。もう嬉しいけどさちょっと一旦保留ということでじゃ逆に最高のタイミングだね素晴らしい台だと思う。 CM またぎ、うん、CM またいでるから、またいじゃダメなのよ、これが一番大事な時なのよはい、というわけでね、はい、自分でエピソードトークをちょっと潰しちゃったんですけども、うんあ、まあまあ、続きをちょっといかせていただきたいと思います。続きお願いいたします。そのセクシー女優がね、うん、のっかがナダルがトイレ行った間に僕にその某アイドルとのベッド写真を見せてきて、だいぶヤバい女だなってなって、うん、ナダルが帰ってきたから、うん、こっそりナダルに、うん、ちょっと気をつけた方がいいぞと、うんうん、もしね、はいはい、ナダルがそういう関係になった時に、うん、何が出るか分かんないと、うん、お前も大事な時期だから気をつけろよっていうことを軽くナダルに言ったんです一応、うんうん、その瞬間ですよ、うん、マジでさっきまであんだけ口説いてたのに、うん、いきなりその DJ、うん、僕が喋ってた DJ の女の子に対して、うん、なんか君可愛いなって言い出して、うわまさかのそのこっちに強引に入ってきまして、すごいね、イジスさんちょっと席変わってもらってええですかって言い出してすごいね。ナダルさんが DJ の女の子と今度ツーショットタイム入りまして、うん、僕はもうしゃーなしでそのちょっと痛いセクシー女優のことを、まあまあその、うん、変なね感じ出すわけでもなく、うん、そこから1時間半ぐらい、うん、まあ、おしゃべりだけして飲ん で、うん、でそろそろ行こうかと、はい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 、まあいいやと思って帰った瞬間に、うん、まさか衝撃のナダルが、イジスさんもう一軒行きましょう
意味わからず足りなかったんだな。意味わからず僕知り合いのバー紹介して、あのすいません一杯で乾杯して、すいません先にお会計だけいいですかっつって、お会計だけ払って俺帰るっていうね。そうしたらナダルゴリゴリ口説いてたくせに、うん、どうやらその気に入ってもらえなかったみたいで、はい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 、普通に帰ったみたいですね、うん、で昨日どうだったあの後聞いたら、うん、いやあの女たちやばいっすわとか言っていやお前が一番いやちょっとお前が一番やばいんだよって。改めてやっぱナダルをみんな嫌いましょう。うん、シンプル失礼とかも普通にあるからね。その女の子とかじゃなくて、うん、細かい失礼めっちゃあるからね。俺ラーメン食べに行って、ラーメンとチャーハンセットみたいな頼んで、うん、あの半分ぐらい残ってるチャーハンを、うん、あいつがちょっと一口もらっていいですかっつって、うん、全部食ったからね。はっつって俺逆にナダルがお弁当食べてて、うん、なんかちっちゃいデザートでなんかお団子みたいなの入ってたの、うん、で隣でちょっとからかってイエーイ食べちゃおうかなとかやってたの。そしたらナダルが、小沢さんいい加減にしてください、うん、殴りますよって言われた。先輩よ殴りますよって言うかい。だから、まあ、小沢のことを完全にナダル下に見てるからね。下に見てる下に見てる。ちゃんと言ってたからね。あいつそうそうあいつ俺の前でも言ってるから、うん、小沢さんは先輩だけど下に見てますって、うん、ちゃんと言ったから。あいつはなんか最近そのそういうのもちょっと美味しいと思ってるじゃん、うん、あいつそうそう嫌われたり叩かれたりも、そうだからあいつ美味しいと思ってるからちょっと俺も無理して失礼やってますやん空気出してるけど、うん、地だから地だから。ただナダルの話こんなにしちゃったな、しちゃったな。ちょっとまたこれでナダルが面白いみたいになっちゃうんだよな。なっちゃうんだよな。悔しいよ。やだな。シンプル失礼のやつですからね皆さん。悔しいよ彼は。ただなんかそんな話も腹立つ話も、うん、今状況がいいから、うん、そんな腹立たないで喋れちゃうんだよな。やっぱすごいよなジャグラーの力って。そうだね。エピソードも2回ぐらい。そうこれ負けてたらすっげえ腹立つんだろうけど今ナダルに7年前お前さって言うぐらいだけど、うん、全然そういう気持ちにならないんだよな。出ちゃってるから今。あー光ったありがとう。おいいじゃんいいじゃん。何回目今。188回で光りました。でも光ってる回数俺と一緒だ。でも4回でしょ。そうまだ使わない。まだ使わない。まだこんなナダルの話の流れで使って当たるわけがないんだ。おーいいね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 。ありがとう。意外と皆さん知らないナダルとイジチさんって、はい、同い年ですよね。同い年です。そうなんですよ。芸人の3年後輩だけど年は一緒です。イジチさんと同い年って他誰なんですか。俺はあの近場だったらバンビーノの石山とか。あそうだ石山。バンビーノ石山と、うん、ナダル仲いいやつでデニスの松下とか。あそうですか。そうです。ノブ君もその辺が仲いいです。伊地知さん36でしょ。6です6です。7の年でしょ。うん40じゃん。40ってまだなんか響きね。うんいいけどさ、うん、40ってやだよね。いやーやだね。40ってやだね。やだよね。40じゃん。40だよもう。うわー子供の頃40はちょっと初老のイメージあったもんな。これ本当に申し訳ない。その40がどうこうっていうよりも、うん、こんな40だと思わなかった。どんな四十を想像してたの。お金持ってるよねまず。おうまずそれはたくさん聞けた、はい、お金持ってるじゃん。お金お金お金やめなさいやめなさい。おいビッグナイス。四十も捨てたもんじゃねえな。捨てたもんじゃない。四十も捨てたもんじゃないよ。おめでとうございます。5回5回で、しかも何がいいってビッグ4のバケ1っていうね。うわ素晴らしいね。昔の僕に見せてあげたい。そうだね。こんな時が来るんだと。唯一のバケの時にゴーゴーチャンス使っちゃったってね。こんなことあるね。こんなことある。悲しいね。光った。おいここは使っとこうか。行く。ここまで
4回でレギュラービッグレギュラービッグの順番なんですよ。はいはいはい。この辺りでね変化球でビッグ来ると思うんですよ。流れで言ったらレギュラービッグレギュラービッグレギュラーのはずだよね。そうなんだけど、それ崩れると崩れると思うんです。行きましょうか。てか崩せてみせると、崩せてみせる、流れをつかむためにも、そう崩してみせる、行ってください。行きます、ビッグ。これで取ったら乗るよ。ビッグです、頑張ります。はい来た、はい来た、はい、ちょっとちょっとざわさん、いや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 、ちょっとざわさん裏切ってよ、裏切ってよ、頼んますよざわさん、やばいよ結構。あと2人で倍ずつ取ればいいってことだよね。そうなかなかだな。話途中だったけど、どんな40歳だったのよ、お金持ってるって。あー光った、はい、ごめん。小沢さんの方がボーナス増えてるからね、俺よりも。増えたね。抜いたよ。ちなみにビッグですね、ここね。ここはビッグのはず。俺バケなきつんな。おお。ほら。もう何にもわかんないや。何にもわかんない。バケなきしたもん今、うん。ちょっと聞いていいですか。はい。さっきからはあの話途中で終わっちゃってましたけど。はい。どんな40歳か。お金持っててさ、うん、その子供3人だよね40歳は。うん、お金持って子供3人で、うん、はい、光っちゃった。もう喋らせない、もうやめよう、もうやめよう、この話もう俺の40歳どうでもいいんだもん、うん、どうでもいいんだな、もう俺の40歳誰も聞きたくねえんだもん、うん、一応途中まで言っちゃったから最後まで聞かないとなと思って言ってた。もうただビッグビッグ5回のバケ1、素晴らしい、こんな40でよかった。楽しそう。このまま僕は40まで突っ走る。楽しそう。40になってもジャグラーを打ち続けるぞ。いいです。子供3人も欲しいんですか。もういいです。もういいです、小田さん。俺の40の話。その話してて途中でペカるかなと。いやいや。やっぱり。俺の40の話はもういいです。え？まだ40じゃないし。そうなの。すごい聞いてくるけどね。そうなの。まだ36なんで。うん、あ、そう。はい。あと4年ありますんで。あ、そうかい。最近ちょっとサッカーしたいなと思ってきちゃったんだよね。え、なんで？なんかどうしたの？あの本当にまた四十七十みたいになっちゃうけど、本当健康のために。ああ、じゃあ運動したいってこと？健康のためにサッカーしたい。あ、そう。健康のために。野球とかじゃなくて、うん、サッカーなんだ。野球なんて俺一番下手なんだから。一番打てないんだから俺野球。そう。そうなんすよ。マジで俺野球で。うん、打ったことないんじゃん、一回も。バッティングセンターとか行かないの？いや、よく行こうみたいになるじゃん。うん、なる。なるけどね、うん、見てたもんね、みんながやってる。なんでやらないの、それは。打てない、打てないから。いじちもやれよってなるじゃん。なるけど、打てないから。なるべく速いスピードのところの、うん、あの、ネットの後ろを陣取って、うん、おーってやって楽しむっていう。いやいや、何にも楽しくないじゃん、それ。っていうのだけ。でも俺、うん、ここに俺目真後ろにいてもまばたきしねえからなっつって、そういうやり方でひたすら、ほんとひとつもた、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます。さすがにビッグ、やばいね、やばいね、悲しいね、それは悲しいよ。3連続バケ、ここに注目です、光ります、あら見てくださいよ、はい、3、2、1、はい、何光りませんということで、はい、光りませんということでしたけれども、ね、ありがとう、ありがとう、光ると思ったんですけれども、1個光ると思ったんですけどね、うん、残念ということで、今のが今回の一番の見どころでございます。ビッグ欲しい、イジさん、はい、今僕これイヤホンしてるじゃないですか、はい、ちょっとした音でも結構聞こえてくるじゃないですか、はい、鼻歌歌ってました。今自分で、うん、高校教師打ちっていうのをちょっと編み出して心の中でやってました、うん、何それ。でも歌ったらちょっと、うん、使えなくなると思ったので一人で
完全にプライベートな感じで実践してました今。マジなんか俺イヤホン壊れたのかなんか。いやあのみたいな高校教師打ちというのを今思い出しちゃいまして、編み出しちゃいまして、あの森田道一さんの、あの名曲に合わせて、リズムで打つっていうやり方なんですけど、勝手なことを自分の自分だけでやるのやめてもらっていいですか。森田道一さんのかな、こじゃあ一回ちょっとやってみていいですか、ね、リズムに合わせて打つんです。はい、春の木漏れ日の中で君の優しさに埋もれていた僕は強がりだったんだよね。はいって光るかなと、ね、このレズムやったら光るかなと思ってやってみたんですけど、あの勝手にさ自分の心の中でやるならいいけど、はい、やんわり聞かせんのやめてもらってよ、ほんと。もう入るか入らないかぐらいのさ、めちゃくちゃ怖かったんだから。なんか言ってるかなっていう。高校教師打ち、皆さんぜひよかったら。俺高校教師のモノマネをして打つのかと思ったら、あのドラマの高校教師のやつ、ね、ドラマの高校教師 の, あの僕たちの失敗でしたっけ、あの森田道一さんの曲、はいはいはい、タイトルちょっとあれですけど、それに合わせて打つという、集中できますんで皆さんよかったらぜひ。怖かった、やっていただきたいなと。もう俺こっちのリアクションできないのに光りましたよ今。光った、光りましたよ。そっちだったか今、そっちだったか。伊地さんの高校教師打ちに対してこっちが反応しました。そっちが反応しちゃったか。ビッグ、もうビッグ欲しいよ、欲しい。あー、やばい、やばいね、やばいやばいね、それはこれはやばい。200超えてましたが、もう超えてるちょっと241回だから。あらら、今日の最高ハマりですよ本日の。他のうちはなんかしなくていいですか。一応考えました今。考えたの、考えてました。あの輪になって踊ろううちとかいろいろ考えてたんですけど、これ深追いしたらやけどするなということで今やめてますね。なるほど、はい。これ何打ちかちょっと当ててもらっていい。はい、鬼の小さ、一つ屋根の下打ち。違います、ごめんなさい。何ですか。一つジャグの下です。じゃあ続きお願いします、続きお願いします。続き一つジャグの下。違う、あの、はい、替え歌とかないですね。はい、違います。一つジャグの下です。一つジャグの下やるんだったら、替え歌やってくんないと、一つジャグの下にならないと。違います。ほんの一枚のこのメダルで、あ、いいね、いいね、いいね。ゴーゴーランプは光るのかとかやってくんないと。いいね、いいね、いいね、一つジャグの下にならないんで。うまいね、やったことある、一つジャグの下。なりません、ありません、ありません。じゃあやっていいよ、一つジャグの下。あ、すいません、大丈夫です。遠慮していきます、すいません。やるなら高校教師打ちがですね、僕。あ、そう。過去一好きなドラマ何、一番好きなドラマ。あ、俺分かったわ。なんだよ、自分さんのやつ。自分で言って自分で自己解決にやめてくれるんだよ。マジで伊地さんの一番好きなドラマ知ってる俺。なんだよ、絶対当たるよ。いいよ、プロポーズ大作戦。いや、どっから出てきたん。絶対それじゃん。じゃ見たこともない俺。そうなの。俺プロポーズ大作戦あんだけ有名で、あんだけみんなすごいいいドラマだって言ってるけど、見たことないです僕。ああいうの好きそうじゃん。ああいうの見たくて、俺フジテレビオンデマンドとかも契約したんだけど、入ってないのよ。俺あれは、いや、どこからさ、根拠で勝手にプロポーズだって言い出した。なんかあんなん好きそうじゃん。あのテンションで来るの当ててもらうの困るよこっちも。じゃあ正解って嘘でも言ってけばよくない。なんなん、自分が好きなのか分かんないけどさ。俺も見たことないから。勝手にプロ見たことないんかい。勝手に判断すんの。なんだろう、ブザービートかな。あー、ブザービート結構好きよ。ほら、なんだろうな、ちょっと過去一か分かんないけどね。うん、俺が好きなのはありますよ。まあ恋愛系ですよ。ブザービートもだいぶ上位だからね。月9。あ、でも月9だったら、うん、もうブザービート並ぶか、それかもしかしたらもうちょっと上かぐらいだとあるね。ハマったので言ったら。オレンジデイズ。あ、オレンジデイズも好きだったけど、あれ月9じゃないから。あ、そっか。出直してきてくださいっていう感じですよ。厳しい。それは。もういい加減教えてもらっていいですか。はい、トゥーハートを恋して知りたい、これです。うわー、当てれた。これです。当てれた。
だからもう小沢が絶対当てるって言った瞬間、俺トゥーハート来ると思ってたもん。言ってた気もする。それ大好きだ、トゥーハート。こうあの頃のオフカキョン大好きでさ、かわいい。 KinKiKids の堂本剛くんが主演なんですけど、はい、プロボクサーの、ボクサーのやつと女の子のドラマなんですけど、はい、俺もボクシング始めたんですよ深田恭子ちゃんみたいな、東子って言うんだけどね、東子ちゃんみたいな子現れないかなと思ってたら、ボクシング始めて、その体験入部じゃないけどさ、ジムにこう見学というか体験に行くわけです、初めて。その時に最寄りの駅で降りてぐる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 探したけど、ジムが見当たらないんですよ。でどこだろうと思って、近くのコンビニに入ったんですね。そしたら女の子の店員さんがいまして、制服の上にこうエプロンつけてる、はいはい、同級生ぐらいだったのかな、なんか見た目がすごい可愛らしい女の子で、本当に一目惚れ初めてかもしれない、可愛いと思って。でもシャイですから僕は、その時の僕は。もう本当にすいませんとか言いながら、何々ジムっていうのこれになると思うんですけど知りませんかねって。お、話しかけた。話しかけたわけです。でもそれはねナンパとかじゃないですよ、ちゃんと聞きたいから。でしたらすいませんちょっとわからないです。まあそうですよね、で普通それで終わるじゃないですか。聞かれた、聞かれるのかい。普通そこで終わるじゃないですか。聞かれる、もうやだよそれは。もうやだよ。でも一つだけ言わしてよ、はい、ちょっと長かったかな。いやさ小沢さん、はい、俺3回もさ、ペカリに邪魔されてさ、あんたもしろよ1個ぐらい。あ、バケバケだ、バケバケ光らしてバケバケ引いてしまったらさ、エピソードしろよお前も。バケバケ、あと20分です。はい、最後の追い込みです。でまあごめんなさい、声かけていいですか。いいよ、もちろん。何々ジムありますかって言ったら、はい、すいませんごめんなさいわかんないんですって言われて、まあまあしょうがないなと、ありがとうございました、って帰ろうとしたら、あ、ちょっと待ってください、おい、裏に聞き入れてくれたんですよ。お、優しい。店長さんが出てきて、こうこうこうでこうこうここです、ちょっと俺わかんないから場所が、そしたら、あそこですねみたいな、女の子ピンときたんですよ。そしたら店長にちょっと喋ってて、相談してて、耳打ちしてて、エプロン取って、おすいません私送りますって言われて、あれバイト中なのに店長に交渉してくれて、わざわざ僕のことをそこの、ね、ジムまで歩いても1分2分ですけど、ジムまで案内してくれたんですよ。もう伊地さんの中でトーコちゃんだ。そう、俺で言うだから、痛い、現れたと。俺はこの子のためにボクシング頑張るぞと。でトレーニングというか体験入部 して、ほんで帰りにそのセブンイレブンに、セブンイレブンですコンビニ、寄って、いるかなと思ったらまだ働いてるわけですよ、なので全然もう何も買うものないけど、もうあのレジの横にあったハイチュウ取って、今でも覚えてハイチュウグレープ味取ってポッて出して、さっきはありがとうございましたって言って、でそしたら向こうのなんか、全然です、ボクシングやるんですか、頑張ってくださいねって言われたんです。はい、それでなんだかんだそのジムに入るまで僕2週間3週間あったわけですよ。で初めてトレーニングして汗流して、その足でそのコンビニにいるかなと思ってパッと入ったわけですよね。久しぶりの再会ですよ。たらあれいないなと、ああまあまあまあ今日は入ってないのか、そっから僕あの収録、日曜日のジムの休み以外は収録でボクシングやってたわけですよ。はいはい、いつ通ってももうお会いすることできなかったんですよ。だから本当に一目惚れ、たったその1回だけで僕のその声終わってしまったんですよ。実はそんなコンビニなかったんじゃないですか。やめてください小田さん順次稲川さんスタイルやめてください順次稲川さんスタイル小田さん逆にすんだ、やめて。石川さんやめてください。石川さん前回も出ましたけど、前回も石川さん出ましたけど、やめてください。怖い話じゃないですね。切ない話じゃない、切ないですよ。なるほど、やばい、飲まれる。ここに来て嘘でしょ。 あんなに調子がない、ここに来て飲まれるってあんの。伊地さん、はい、お酒に行かせていただきますよ。光った？飲まれました。え、飲まれた？うん、一緒じゃん。追加投資、ここで仲良く追加投資いいんだって。本当に俺も今追加投資よ。うわ
でもここの追加土地本当やだよね。マジでやだ。残り10分で、あと10分って出さないでください。分かってますよ。うん、しかも全然あと10分って出すなら、うん、もうやめていいですよって出してくれるって話ですね。そう、10分は打てと絶対打たせんだよこの、うん、最後まで。今日の最初のみんなこれ見てる人、うん、10分ぐらいで俺が飲まれるって誰が想像した？いやそうね、500ハマるとは。あの1ゲーム連してる時の俺、誰が想像した？こんなことになってるって。やだなぁ、もうなんかやだなぁ、なんかやだなぁ。あ、石川淳二出た。石川淳二なんかやだなぁ、なんか怖いなぁ。あ、出た出た、怖いなぁ、怖いなぁ。出たよ出た。あのね、1万入れてね、こうメダルボタン押したんですよ。そしたら台からジャジャラジャジャラメダルが出てくるんですよね。それを機械に入れてトン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 、なんか音が聞こえてくるんですよ。そしてね、さっき1万入れたはずで表示をパッと見たらね、0円なんですよね。いつの間にか1万円使っていたんでしょうか。怖いですね。あの人怖いですねって言うのか。多分言わないと思います。そんなはっきりと多分言わないと思いますね。おー、光った。いいね。頼む頼む。次はびっくりしたもん。お願いします。逆に小沢さんびっくりよ、もうこれは。うわおめでとうございます。すごい。 ただ10回引いてるのすごいね。10回よ、ゴーゴーチャンスを使わずにノルマ行ってるからね。ノルマ行ったからな。すごっ。おお、頼む。光った？光りました。これでビッグ来たらすごいよ。あれ、ここでビッグはマジですごい。笑いの神か。よし、笑いの神じゃなかった、ジャグラーの神だった。ジャグラーの神が降りました。笑いの神じゃなくてジャグラーの神が降りた。これは嬉しい。結局小沢なんだよな。全の来たね。結局11回。いい加減にしろよ本当に。いや嬉しいですよ。600回転だよこっち。600回転だよ。え、いやあそこからよく行きましたね。そこまで辛いよ。辛いね。はい、おお、ここでビッグ来たら繋がるぞ。繋がる繋がる。ここでビッグ来たら繋がる。笑いの神かジャグラーの神か。ただビッグ5化け1だからな。でもびっくりだろ。あー、じらすねじらす、うわ、じらすね。笑いの神かジャグラーの神か。おい、おっ、来ました。ジャグラーの神でした。ジャグラーの神でした。どちらもお笑いの神降りずと。降りずさあ、お疲れ様でした。お疲れ様。実践が終わりました。終わりました。いやなかなか、はい、いろいろありましたね今日ね。いろいろありました、ドラマがね。うん、うん、ありましたよ。どうでした結果は、石井さん。結果はですね、僕はビッグ7バケ1かな、うん、7-1かな、うん、で7000円投資で325枚ということで、うん、おめでとうございます。はい、なんとか取り戻した感じかな。なんとかギリギリ、ちょっと足んないぐらいですけど。あ、なるほど。まあでもまあ最後に1回ビッグがあったらなんとか、うん、気持ち的にはまだ2店舗目につなげる、はい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 。で、私がですね、はい、ビッグが3、はい、バケ8ということで、素晴らしい。合計11ポイント獲得でございます。ただこれがバケによっていればというね、うん、そうね、のはありましたけれども。で、2人ともゴーゴーチャンスを外しましたけども、外したけども合計が11に8なんで19ポイント、19ということで、なんと外していい感じで取ってるんで、はい、2店舗目これ期待できるんじゃないかと。わかんない、俺ちょっと7-1って言ったんですけど、6-1だったのちょっと不安ですけど。でもいい感じで取ってます。そのノルマ19か20は1店舗で取るっていうのがノルマですから。そう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 、ギリギリ、うん、だから次のお店で1人ずつもうどっちも当てちゃえば、そうです、ポイントはもう確実にクリアできるんじゃないかと。だから繋がったということ、繋がったということで、はい、楽しみにしていきましょうよ。気持ち的にもなんか
ね、なんかね前向きな感じで、かもなくという感じで、うん、いい感じで終わってますから、フラットな感じで次に臨めるんで、はい、行きたいと思います。それでは行きましょうかね、はい、2店舗目ね、はい、というわけでですね、ピスタチオのエトスパトスロゴス、はい、面白いなと思ったらチャンネル登録、はい、あとコメントですね、はい、あと高評価の方よろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、というわけで次回もまた見てね、ありがとうございました。